ごご視聴ありがとうございます。今回はサーマルカメラブランド名はインフィレでいいのかなの P2 Pro を紹介させていただきますスマートフォンに接続して使う製品撮影対象の表面温度を測ることができるアイテムです実際の映像がこちらですこんな感じに映画なんかでよく見るサーマル映像を手軽に撮影することが可能インフィレの P2 Pro 紹介させていただきたいと思います 本体がこちら、縦18ミ、mm、リ、横幅が27ミ、mm、リ、厚みが10ミ、mm、リほどの重さわずか20グラム。ボディはアルミ製でなかなか素敵。チープな感じは受けません。面取り部分が光っているのがかっこいいですね。とても小さなカメラです。親指の先くらいのサイズで、携帯やタブレットに取り付けて使えますが、これなら邪魔になってしまうこともないですね。 使用までのセットアップはとても簡単でした。まずアプリをインストールします。Play s t o にて P2 Pro で検索しますと、トップに当該アプリが出てきます。これをインストール。アプリの権限関係を許可して、これだけで使用準備は完了です。アプリを立ち上げますとカメラを接続するよう指示されますので、USB ポートにカメラ差し込むとすぐに測定が開始されます。 使い始め、立ち上がるまで全然時間はかかりません。ストレスは感じないですね。測定画面はこんな感じ。これは画面中央のポインター部分と最高、最低温度が表示されています。よく見るサーマルイメージそのまんますね。温度が高い部分が暖色に変わっています。電源オンでさっと使える。この気軽さはいいですね。画面の色味変更も可能です。 白黒、紫っぽいのとか、白黒で高音部分のみ赤表示にするとか、いろいろカスタマイズすることが可能です。好みに合わせて選べるようになっています。個人的にはこれだけで十分使いやすいのですが、細かな設定が可能なプロモードもございます。測定ポイントを指定できたり、線状や四角で囲った範囲の最高・最低温度を表示したりが可能となるモードです。 ただ、指定した測定対象を自動で追ってくれるわけではないので、写す絵は固定向き、三脚などでカメラを固定する場合向けという感じです。手軽に使える感じは薄れてしまいまして、個人的にはあまりこのモード使っておりません。それから、スマホ側のカメラ映像を一緒に映すことも可能です。 レンズの位置が違うので、映像は少しずれてしまいますが、録画して後々見直す際には便利な機能だと感じています。付属にマクロレンズが付いてきます。近接向けのレンズ。対象まで5センチくらいの距離で使うためのレンズです。使ってみますとこんな感じ。基盤見るのに向いてるっすね。異常な発熱などを調べるに使いやすそう。修理作業がはかどるかもしれません。 サーマルカメラは壁や天井の異常を発見するのに使いやすいと聞きました裏で水が漏れてたりしますとそこだけ温度が下がるので外からは分からない水系の問題を見つけやすいそうです最近知人宅が水トラブルに気付かずに床が大変なことになりまして P2 プロがその時あれば事前に防げていたかもしれませんさて私が試した用途はこんな感じですまず、バイクを写してみたのがこちら。 どこが熱を持ってるのかがはっきり分かって面白かったっすね。アイドルで放置してどうなっているのかとか、風当てるにしてもどこに熱がたまりそうなのかが視覚的に分かりやすく、表面の温度しか見れないですから、完璧なソリューションってわけではないですが、ドフ板作ったりする際には便利に使えそうな印象です。続いいててて走行すするるる車を撮っったののがががこちちら。タイヤがちゃんと摩擦でまかね。 作業面では、ベアリングを焼きばめする時に温度を測ったりしてみました。炎の温度はちゃんと取れないみたいですね。バーナーでだいたい1200度とか聞きますが、160から190度くらいと測定がされてます。ただ、メーカー様に問い合わせたところ、測定レンジ外の温度はカメラを壊す可能性があるとのことで、スペック的にはこれ、550度までの対応ですから、測定はできていないものの炎を直接撮影することは勧めないとのことでした。 ちなみにスペック外の高音測定が続いた場合に警告メッセージがポップアップする機能もあります。この警告機能はオンオフを選べるようになっていまして、この辺は海外製らしい良い部分に感じるですね。測定にあたり1点、気をつけなければならないところがありまして、撮影モードの設定が重要です。 画質を優先するか、温度レンジを広く取るかを選択する項目があるのですが、画質優先モードの対象温度範囲はスペック的には120度までとのことで、試してみますと200度くらいで頭打ちになってしまう感じ。高温側を正確に測ることができません。で、この設定はカメラを立ち上げると必ず画質優先で起動します。これの設定を忘れて温度が低く出てなんだか変だなとなってしまうことが幾度かありました。 この設定を変更するとキャリブレするような動作が入りますので記憶させておくのは難しいのかな、まあ、ちょっとわかりませんが改善を願いたい部分だと感じています。温度の精度については細かく見るのは苦手そう。例えば自分の手や顔を写して38度台で表示されますのでこのレンジでプラマイ2度くらいは違っていそうです。体温見たりには使いにくいですね。 スペックではプラスマイナス2度、もしくは読み値のプラスマイナス2%の大きい方をとっているとのこと。私の使い方では全く気にならない程度の差ですが、用途によってはご留意いただきたいですね。気になる点としては、ガラスやアクリルは通りません。その向こう側の温度を測ることはできません。反射した像を間違えて測ってしまうようです。で、 ガラス系は私の用途では問題なかったんですけど、鉄やアルミ、金属の表面が鏡面までいかなくとも像が反射するような場合にも測定結果がおかしくなることがあります。例えばこれ、キッチンの進行を映していますが、私の映り込んだ手がはっきりとわかります。実際の表面温度を取れていないっすね。これは注意して使っているポイントです。こうならないか気になるときは作業前にプレ測定してみて反射の影響を見てからやるようにしています。 ソフト面で気になることとして、たまに挙動がおかしなことがあるですね。スマホ側のカメラへのアクセス許可のダイアログボックスが永遠に表示されていたり、カメラを差し込んでも画面が真っ暗なままだったりというちょっとした不具合は確認しています。ただ、最悪スマホ側を再起動すれば収まりますし、フリーズしちゃったりは今のところありません。ソフトの動きはそこそこキビッとしていますので、まあ少し気にはなりますが、大きな不満ではありません。 それから、温度測定していると10秒に1度くらいプチ振りするような動きを見せます。1、2秒、画面の更新が止まりますのでストレスを感じたことがあります。ただ、これシャッター補正やリフレッシュと呼ばれる動作だそうで、画面を鮮明に保つために必要な動作とのこと。これをやらないと画面がどんどんぼやけていってしまうみたいです。ただ、このリフレッシュは手動で行うことも可能です。 設定でオフにして、右上のこのマークで手動リフレッシュをすることで手間はかかりますがストレスなく鮮明な画像を保つことができます。動くものを追うときやカメラをぐりぐり動かすときは手動リフレッシュとした方が使い勝手は良さそうですね。もう一点、画面の温度に対する色を指定できないのが若干不便に感じています。 現在映っている画面の中での高音部分と低音部分を元に色が決まってしまうので、例えば画面に突然高音のものが映り込むと画面の風景がパッと変わってしまいます。対象を追ったりでカメラを動かしているときにこの動作がたまに不便に感じることがあるですね。ただこれ、メーカー様に問い合わせたところ、将来的なアップデートを検討中とのことでした。アプリはどんどん新しくなっていっているようです。 ですから説明書が追いついてなかったりと不便もありますが、勢いのある開発体制っていいですよね。使い勝手がどんどん良くなっていくのは素晴らしいことだと感じています。インフィレのサーマルカメラ P2 Pro サーマルカメラとしてはお手頃な価格、操作感もお手軽なので気軽に使える良い製品だと感じています。機会がございましたらお試しいただきたいです。 ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや